ウンターグルッペンバフ派は、ドイツビュルテンベルク州、ハイルブロン郡に属す、マチソン。ハイルブロンの南東約7キロメートルに位置し、シュトットガルト大都市圏の周焉部に含まれる。ウンターグルッペンバフ派は、ハイルブロン郡南部、ネッカー渓谷の大地に位置し、ハイルブロン市に隣接している。ウンターグルッペンバフ派に隣接する市町村は、北西から時計回りに、ハイルブロン。 レーレンシュタインスフェルト、レーベンシュタイン、ラウフェンアムネッカー、バイルシュタイン、アプシュタット、イルスフェルト、タールハイム、フライン・ウンターグルッペンバッハは、アプシュタット、バイルシュタイン、および、イルスホーフェンとともに、イルスホーフェンに本部を置く、自治体行政連合、初茶派ボットバールタールを形成する。ウンターグルッペンバッハは、6つの地区からなる。ウンターグルッペンバッハ地区、 オーバーグルッペンバッハ地区、ドンブロン地区が一つのグループを形成し、人口の合計は5100人ほどである。もう一つのグループを形成するのは、ウンターハインリート地区、オーバーハインリート地区、フォアホーフ地区である。このグループには約2500人が住んでいる。両グループ間は約 4km 離れている。1598年のシュテッテンフェルス城と、 グルッペンバッハシュテッテンフェルスの麓ではおそらく6世紀頃に最初の入植が始まった。最初の文献上の記述は1109年のコンラートフォンベーレンハイムの贈与証明書にグルッペンバッハの名前で残されている。グルッペンバッハは村の名前であると同時にこの地域を流れる川の名前でもあった。この川は1600年以前には すでに干上がってしまった湖に注いでいた。名前は淡水魚の黒っぺに由来する。中世世紀には領主が何度も変わった。1277年にプファルツ先帝公、ルートビヒ2世がこの村を獲得。1356年以前に村都市鉄天テンフェルス城はブルカルトシュトゥルムフェーダーに渡った。シュトゥルムフェーダーは1370年から城の 拡張に着手した。1481年に新生ローマ皇帝、フリードリヒ3世は、公衆浴場、パン屋機構屋、大衆居酒屋を村に建設するを強化した。1504年に、ビュルテンベルク公ウルディヒは、皇帝の指示によりシュテッテンフェルスの領主権を奪取し、これを霊園として、世襲式武官、コンラート・ツムプフォン・ノイブルクに与えた。 1524年にこの村の所有者となり1536年にこの村に宗教改革をもたらしたボルフ・フィリップ・フォン・ヒルンハイムの手を経て1551年からこの村はフッカー家の所有となった30年戦争の時代1632年にスウェーデン王グスタフ二世アドルフからヨハン・ニコデ・ミホン・アーハウゼンに受風されアーハウゼンの死後にはその年のうちに 元の所有者に返された。1737年に、村の住民とアントン・フガー・ハクトの間で、争いが起こり、二人の村民が射殺された。1747年、アントン・ジグムント・フッカーは、領主権を、ビュルテンベルク港、カール・オイゲンに売却した。19世紀初めの行政区新設後、ウンターグルッペン・バッフ派は1810年まで、オーバーアムとバイルシュタインに属し、 1812年のその廃止後はオーバーアームとハイルブロンに属したのだが、1812年にオーバーアームとベジヒハイムに移管された。その後多くの請願書が提出され、1842年から再びオーバーアームとハイルブロンに戻された。1829年に町は城を獲得したが、1852年には再び指定になった。 1893年に郵便局が1905年に学校が設けられた。1909年と1911年に給水施設と電力網がそれぞれ付設された。1938年の自治体再編では、ウンターグルペンバッフ派はハイルブロン軍に所属することとなった。同じ年のハイルブロンからシュトットガルトへの帝国アウトバーンと、 ハイルブロンからのアクセス道路の建設で町は大きく変貌した。1953年にはグルッペンバッハ側が暗挙化された。1962年に町は古いプロテスタントの司祭館を獲得し、その後町役場に改築した。1971年にウンターグルッペンバッハとウンターハインリーとは行政共同体を形成し、1974年に ウンターハインリートは、ウンターグルッペンバッハの地区として合併した。ウンターハインリートは1139年に、コンラート王のズインヘルフェリッチでヒヘンリードの命名として、初めて文書に言及されている。村は、ホーエンリート城周辺に築かれた。城主は12から13世紀に何度も言及されている。コンラート・フォンハインリートは、 コンラートフォン・バインスベルクから1327年に、城とノイデナウシを獲得した。1330年に、レーベンシュタインハク・ニコラウスが城とウンターハインリーと村の半分を獲得した。何度もの売却や担保貸し付けのやり取りを経て、レーベンシュタインハクは1364年に村の全域の領主権を獲得した。ハインリート家は、その後よそに持っていた。 全書領も売却してゆき、1462年にフィリップ・フォン・ハイン・リートを最後の末裔として断絶する以前の1456年には完全に書領を持たない状態になった。ウンター・ハイン・リートを含め、レーベンシュタイン・白領は1504年にビュルテンベルク領となった。遅くとも1510年までには、レーベンシュタイン・ハ領は解体され、ウンター・ハイン・リートは ビュルテンベルクのアムト・バイルシュタインに属すこととなった。1528年、シュバーベン同盟軍は、この城が、農民の政治的指導者で、ゲッツフォン・ベルリヒンゲンの戦友でもあるハンストーマスフォン、アプスベルクの公園地であるとして、ウンター・ハイン・リート女王を破壊した。ウンター・ハイン・リートは、1807年に、オーバー・アムト・バイルシュタインから、オーバー・アムト・バインスベルクに移された。 1830年、ョ茶派側に橋が架けられ、1874年に学校が設立された。1900年に郵便局が開局、1908年には、ハイルブロンから、フライン、ウンターグルッペンバッハ、アプシュタットを経由して、ウンターハインリートまでの乗り合いバス路線が設けられた。オーバーアムとバインスベルクの廃止後、1926年に、 オーバーアムとハイルブロンに編入された。1927年、初めて町民ホールが作られたが、これはビュルテンベルクで最初の町民ホールであった。第二次世界大戦の終わりまでに、ウンターハインリートの45%、オーバーハインリートの35%、フォアホーフの90%がアメリカ軍の空爆により破壊されていた。その後、1971年に、 ウンターグルッペンバッハと行政共同体を形成し、1974年に完全に合併した。1536年にボルフ・フィリップ・ホン・ヒルンハイムによって宗教改革がもたらされて以来、ウンターグルッペンバッハではプロテスタントが優勢である。1735年にルート・ビヒクサバー・フッカーがカトリックの教会建設を試みたのだが、完成前にビュルテンベルク公。 カール・アレクサンダーによって破壊された。ウンター・グルッペンバッハと、ウンター・ハイン・リートには、それぞれ独自のプロテスタント教会組織がある。この他に、カトリックの聖シュティファン教会、メソジスト教会、新ンシト派教会、キリスト教団体、エケレジア EV といった教会組織がある。ウンター・グルッペンバッハの、町役場ウンター・グルッペンバッハの町議会は十六議席からなり、 これに議長を務める主張が加わる。2008年からアンドレアス・フィールリングがウンターグルペンバッハの長長を務めている。1978年から2002年までバイルター、ハイワーが務めた。2002年から2018年までは無所属のヨアヒム・ベラーが主張を務めていた。ズンガラ、赤字に、金の三つは飾り十字のある金の帝国帽守。旗は、金赤。 帝国帽子は1726年の印象に初めて登場し、1740年の村役場に掲げられた紋章や標石にも現れる。これがプファルツ戦帝国の霊園支配に由来するものであるかどうかは定かではない。19世紀から20世紀にかけて多分グルッペンバッハ川を象徴したのであろうなみたいの中に魚を描いた別の紋章が一時的に使われた。 1939年にビュルテンベルク文書局と協議を行った結果、最終的に帝国防守が町の紋章に決まった。町の紋章と旗は1963年3月4日にバーデンビュルテンベルク州内務省の認可を得た。ウンターハインリートの紋章はかつてのハインリート家の紋章である。シュテテンフェルス城ウンターグルッペンバッハ。 ウンターハインリート、ウンターハインリートのプロテスタント、教区教会フォア豊富な古いワイン製造所前のバス停ウンターグルッペンバフ派は、ビュルテンベルク・ウンターラント地方キルヒエン・バインベルク、地区に属す歴史的なビュルテンベルクワインの産地である。ウンターグルッペンバフ派は、連邦アウトバーン A81 号線により、広域道路網に接続している。ウンターグルッペンバッハの企業中最大のものは、 2002年1月1日からそのグループセンターを置くゲトラグである。このグループセンターでは研究、開発、その他の業務が行われており、ウンターグループペンバッハに置かれた企業部門では600人以上の従業員が働いている。ウンターグループペンバッハでの出来事は日韓紙ハイレブロナーシティンメの南東部版に掲載される。街の西部、フライン近くに パイプラインもセップスにつながるナト o タンク基地がある。フィリップス・フッテンハイムやボックスベルクからの配管はここで終わっている。ありがとうございます。